新化条例は、明治4年5月10日に制定された、日本の貨幣法である。日本の貨幣単位として、窓化を正式採用した。明治8年6月25日の改正に伴い、名称も、貨幣条例に改められ、明治30年10月1日の貨幣法施行により、廃止された。明治維新後も新政府は、江戸時代の貨幣制度をほぼそのまま受け継いだが、 新政府が理想とする中央集権的国家を建設するためには各藩が独自に発行していた藩札の整理や東日本の金と西日本の銀の統一なども課題として残されていた。また、一両が四部、一部が四種という一部四進法が用いられる貨幣体系も慣れない外国人には理解しにくく改善が求められていた。また、当時、 国内外の金銀比較の差によって、大量の金が国外へ流出していた上、さらに母親戦争による戦費や、食産工業のために新政府は深刻な財政不足に陥っていた。大量の予算を充足する目的から、会計事務係、三岡八郎が導入した、俯瞰紙幣大乗観察が大量に発行され、政府貨幣の信用が著しく低下していた。 その価値は金成果100両に対し、大上観察120両から150両まで、下落したという。新政府は慶応4年うる4月21日に、貨幣紙を設けて、接収した、旧金座及び銀座で2分版1分銀、1種銀及び店舗通り、宝を製造したが、高価の鋳造技術も、旧体依然の未熟なものであり、江戸時代以来、 偽造金銀線が多く流通しており、貿易決済にも用いられたため、諸外国からの苦情が殺到。貨幣の国家管理は、急務と言えた。また、包茎の貨幣は、流通に従って、四隅が摩耗するなど、品質の低下が激しく、円形通貨の必要性も叫ばれた。大隈重信上部の矛盾を解決するため、明治2年2月5日、 外国官藩事件会計御用係、大熊重信の憲白により、造幣局が設立されることとなった。三岡失脚後は大熊が平成改革を主導することになる。大熊は、同年3月4日、スケミ三条耳に対し、通貨単位を両から円に改めること、重心法を基本とすること、効果を方形ではなく、円形とすることなどを憲白し、了承された。 しかし、実際に新通貨、円が施行されるまでは、この後2年の歳月を要することになる。明治2年11月4日に発生した、新貨幣生産を担うべき、造兵局予定地の火災による、設備の消失や、市場に流通する、偽金、俯瞰紙幣の整理に時間を割かれたためである。会計官副知事となった奥間は、とりあえず大場観察と準備中の新貨幣との、 交換を約束するとの布告を出して強制的に、大乗観察を通用させる一方、賞金との引き換えを禁じる。しかし、大乗観察価値の下落はなおも続き、明治2年6月には、賞金100両に対し185両にまで低下した。さらに大倉大輔となった大熊は、外国から苦情が殺到していた、元蔵の急に分金の回収を急いだ。 同年11月には、それまで高い額面しかなかった大乗観察に加え、便宜のため小学紙幣を民部小札として発行、流通させた。大乗観察はこれらの努力により、明治3年には、ほぼ賞金と同価値にまで信用を回復する。しかし今度は、偽大乗観察が流通し始めており、偽造が不可能なほど精細な紙幣の発行が急がれた。 大熊北ドイツ連邦の会社に印刷を依頼し、明治通報の発行を開始した。明治3年11月27日には、大阪に設置された造兵寮が稼働開始、明治4年2月15日には、創業式を挙行した。最新式の鋳造機を香港から購入し、岩蔵が難しい近代的な貨幣鋳造が開始された。貨幣として、金貨五種。 銀貨一種、補助貨幣として、銀貨四種、銅貨四種が発行された。明治4年12月より、旧貨幣と新鮮貨との交換が行われている。紙幣に関しては、明治通報が、額面九種をもって発行された。造幣量で新貨幣中造が始まったことにより、新たな貨幣制度の制定の準備が整ったが、金、銀どちらを本位貨幣にするかは、 結論は出ていなかった。上記のように、幕末期以来大量の金が国外に流出していたため、金準備が不足しており、また横浜では、他の多くのアジア諸国と同様に、洋銀での取引が状態化していたため、大熊としては、金銀副本位制を考えていた。明治3年11月12日、大上官裁定において、一円銀貨を本位貨幣、金貨その他を、 補助貨幣とする案がまとめられ、貨幣の品位及び量目は以下のように定められた。当初補助銀貨の一種に25千銀貨の案があったが、明治3年5月16日、増幣量主張金ドルの意見を採用して20千銀貨に改められた。日本の本位貨幣給1円金貨、明治4年米米5ドル金貨と等価とされた。 救五園金貨明治六年メープルーフ貨明治三年十一月二十七日、大阪川崎村の造兵局において、新貨兵の鋳造を開始した。しかし、当時アメリカ合衆国に出張中の大倉醤油県民部醤有伊藤博文は、明治三年十二月二十九日、現在、世界の体制は金本位に向かいつつありと、大倉郷に対し権限し、 金本位制の採用を決定した。これにより、新たに1円金貨と20円金貨を発行し、1円銀貨は開口上等の対外貿易に限る旨等を定めた進化条例が明治4年5月10日に大上官より布告された。本位金貨幣貿易1円銀貨定位の銀貨幣条文は全文論国進化幣令名及び、 新貨幣通用制限により構成され、貨幣の図面、両目、品位及び直径などを記した新貨幣品位両目表が掲げられている。進化条例の概要は以下の通りである。これにより、旧一両が新一円に投下となり、さらに一米ドルとも連動する、わかりやすい体系となった。なお、やはり伊藤の権威により、アメリカのナショナルバンク制が導入されることになり、 翌年制定の国立銀行条例により設立された国立銀行が紙幣の発行を担うことになった。また、明治5年4月1日より、旧藩札、大乗貫札、民部小札と新紙幣の交換が開始され、明治12年までにはほぼ改修が終了した。貨幣の日に及び両目は以下のように定められた。しかし一円金貨は技術上の問題から、 リューズがうまく厚いんできず発行されなかった。またどうかも製造所の建設が遅れたため、この時点では少量の支柱貨幣の製造にとどまった。貨幣の形式に関連して、両目の単位であるガラム、ゲレイン及び、日本の両目の単位である線の換算表も定められた。1ガラムイコール15.432ゲレインイコール0.266204、線 日本両目では1000イコール3.756521ガラムイコール57.971ゲレインであった。法務金貨は支払いに対処法化として無制限通用と定められた。貿易1円銀貨は貿易取引専用とし、貿易1円銀貨100円は金貨101円と等価とする。これにより金銀貨は116.01と当時の 国際水準に基づくものとなった。貿易一円銀貨は国内における一般取引には用いないこととした。補助銀貨は一回の支払いに対し放課としての通用制限は10円とされ、補助同貨は一回の支払いに対し通用制限は1円とされた。ただし、貿易一円銀貨の国内における制限及び、補助貨幣の通用制限は受け取り、 払い渡しを拒否する権利はあるということであり、互いの対談による合意に基づく取引はこの限りでない。明治5年模様改正明治5年直径改正明治6年改正貿易議員、改正明治21年改正進化条例で、定められた貨幣の形式はその後の大上官布告により幾度か改正され、補助銀貨の両目変更、貨幣の直径、模様が変更された。また、 貿易一円銀貨については、通用に関して重大な変更が行われた。また、流通不便の五千銀貨及び二千銅貨に代わり、五千白銅貨が制定された。江戸時代の小判、二分版、一分銀など、低貨幣は、含有金銀量に基づいて価格が定められた上、流通工が調査され、新貨幣と引き換えられたが、引き換えは進捗せず期限はたびたび延期され、 最終的に、明治21年12月31日に、交換廃止となった。八輪通用の天保通り宝は、重量がかさばり流通不便化幣として、通用停止が布告されたが、これも二度期限が延期された。伊藤の県議通り当時欧米では金本位制が、主流になりつつあったとはいえ、清をはじめアジア諸国は依然として、銀主体の経済圏であり、 また、対外交易でも炭銀等の要銀が通用していた。このため、進化条例では、明治政府は、本位貨幣である一円金貨と貿易用に限定した一円銀貨を、鋳造し、開口上での無制限使用を認めたことで、金本位制を謳っていながら、実質的には、金銀不本位制を取ったことになる。実際、明治6年頃から、 銀価格の下落が進むにつれ、金価の国外流出は一層激しくなり、明治8年には、これまで住銀に一致させてきた一円銀貨の品目を、米ドルの米国銀と一致させることとし、正式に貿易銀と呼称し、事実上の本位貨幣として扱われることとなった。明治10年頃には、市場では銀貨の流通量が金貨を上回るようになり、大倉卿、大熊は、 金銀副本位制の導入を兼議するに至る。明治11年には開口上だけでなく、国内での無制限通用も認められることとなった。これにより、名目上も完全に金銀副本位制に移行した。日本銀行だ管銀券一円券、通称大国一円。道理面しかしすでに明治9年の国立銀行条例改正により、 事実上俯瞰紙幣の発行が認められるようになっており、西南戦争の戦費支出増大などに伴い、俯瞰紙幣の増発が続いたため、インフレが急速に進行。金銀の流出、及び大増化がさらに進んだため、松方デフレ政策の登場となった。明治十四年の政変により、大熊が失脚した後、大倉卿となった松方正義が主導した、長金縮財政。 および、明治15年の日本銀行設立による、紙幣発行独占により銀準備が回復し、明治18年に事実上銀本位制に移行した。その後も、金本位制は、松方主導のもとに研究が進められ、右与曲折を経て、日清戦争の賠償金を成果準備として、充足するなどして、明治30年に、貨幣法が制定され、ようやく導入されることになる。 ありがとうございます。